ワマンポマによって描かれたトゥパック、インカユパンキ、トゥパック、インカユパンキは、インカ帝国の10代サパインカである。トパインカとも、父は9代インカ皇帝パチャクテク、王妃は姉のママオリョ子や、子2 1代ワイナカパックと子役シリマイラウはリョがいる。彼は父ミカドにより1463年、インカ軍隊の最高司令官に任命され、 アンデス山脈に沿って北方へ帝国領土を拡張し、原役アドルにまで達し、クスコの建築技師により再建された、木との町に対し特別な愛着を持つようになった。この頃、父ミカド・パチャクテクは、これまでのクスコ王国を4つの国に再編した。1471年、父ミカドの死を受けて皇帝に即位し、1493年に死亡するまで統治した。 彼は帝国にとって残っていた最大の敵であり、ゲンペルー北部海岸地方を占拠していたチム王国を征服した。多くの研究者が事実ではないと考えているが、一方で彼はまた1480年頃に太平洋へのおよそ10ヶ月間の探検航海を指揮したとも言われている。伝承によると彼はニナチュンピ、ハフアチュンピと呼んだ島を訪ねたという。この島は、 ガラパゴス諸島ではないかとも言われているが、チュンピとは帯を意味し、取り巻く陸の比喩であるとすると、珊瑚礁の存在を示すように思われることから、トワモトゥ、マルキーズ諸島と同程度に遠い西ポリネシアの島に関連するのではないかとも言われている。なお、学会の主流にはなっていないが、この時の航海によりイースター島も発見されたとし、イースター島の巨石文明は、 因果から伝わったとする説も存在する。ありがとうございます。